グリボーバルシステムのヤホー。12ポンド、8ポンド及び4ポンド砲12ポンドグリボーバル銃砲。1780年、グリボーバルシステムは、ジャンバティスト・バケット・ド・グリボーバルが18世紀に導入した砲兵システムである。このシステムは、新しい製造方法を用いることによって、フランスの大砲に射程を犠牲することなしに軽量化、均一性を達成するといった改革をもたらした。グリボーバルシステムは、以前のド・バリエールシステムを代替するものであった。これらの新式大砲は、ナポレオン戦争の勝利をフランスにもたらしたが、ほぼ間違いなく、当時の欧州における最良の砲システムであった。グリボーバルシステムは、1765年10月15日に制定された法令に基づいたものである。実際には、多くの作業はグリボーバルが直接関わったのではないが、この組織化と標準化システムは、グリボーバルシステムと呼ばれている。グリボーバルの第一の改革は、大型大砲部品の製造に関するものであった。それ以前は、方針は、粘土で作った、円柱状の鋳型の周囲に溶けた鉄もしくは青銅を流し込み、一つの部品として製造されていた。金属が冷えた後、粘土を取り除くことにより砲空が完成する。しかし、この方式では出来上がった内空は完全な円筒では、なく、その分を考慮して、砲弾のサイズに、やや余裕を持たせなければならなかった。したがって、射撃時には、砲弾と内空のわずかな隙間から、発射ガスが漏れ、火薬の持つパワーのかなりの部分が失われてしまう。グリボーバルは、ジャン・マリッツによって開発された、新しい製造方式を採用した。砲身を一体のブロックとして鋳造し、その後砲空を、ドリルで削り出す。砲身全体が固定された強大なドリルビットに対して回転し、重力と歯車を利用して切削部を前進させる。製造された砲空と砲弾の交差は十分に小さく、砲身も薄く作成できたが射程を犠牲にすることはなかった。砲空と砲弾の隙間が小さいため正確さを犠牲にすることなく、砲身を短くできた。短く、かつ薄い砲身は大砲の軽量化をもたらした。グリボーバルは砲車の改良も行い、野戦での機動性が増した。グリボーバルは大砲をいくつかのサイズに標準化した。ヤホーでは12ポンド砲、8ポンド砲、4ポンド砲、6インチ榴弾砲に1ポンドロスタン砲が加えられた。銃砲としては24ポンド銃砲、16ポンド銃砲、12ポンド、10砲及び8ポンド10砲があった。グリボーバルはまた、9砲の設計も行い、8インチ9砲、単10インチ9砲、長10インチ9砲、12インチ9砲が採用された。また、従来のド・バリエール砲システムから15インチ、対人投石9砲も加えられた。グリボーバルシステムが最初に使用された、大規模戦闘は、アメリカ独立戦争である。1780年から1782年にかけて、ジャンバティスト・ド・ロシャンボー将軍の率いるフランス軍、アメリカ遠征部隊がこれを使用した。特に有名なのは1781年のヨークタウンの戦いである。その後のフランス革命やナポレオン戦争でも大いに使用された。6インチ榴弾砲1803年には、ナポレオンの下で、グリボーバルシステムは改定され、共和暦11年システムが制定された。1825年から1831年にかけて、シルバン・チャールズ・バレイがさらに技術的改良を行った。このバレシステムは、1830年のアルジェリア侵略やクリミア戦争で使われた。その後、新世代の砲弾を使用できる新型砲や海軍の炸裂弾を発射可能なペクサン砲の導入、また1853年の陸軍による12センチメートル砲の採用に伴い、グリボーバルシステムは廃止された。ありがとうございます。